ブキャナン郡はアメリカ合衆国バージニア州の南西部に位置する郡である。2010年国勢調査での人口は24,098人であり、2000年の26,978人から10.7%減少した。郡庁所在地はグランディ町であり、同郡で唯一の法人化町でもある。2009年時点で世帯あたり収入の中央値では、 州内最貧の軍であり、国内でも貧しい方から百血に入っていた。ブキャナン軍は1858年に、ラッセル軍とテイズウエル軍の一部を合わせて、設立された。軍名は、第15代アメリカ合衆国大統領、ジェームズ・ブキャナンにちなんで名付けられた。1880年、軍南西部とラッセル軍、ワイズ軍の一部を合わせて、リケンソン軍が設立された。 ヘレン・ティモンズ・ヘンダーソンがカウンシルでブキャナンミッションスクールの仕事への参加を促した。ヘンダーソンとノーフォークのサラリーフェインがバージニア州議会議員に選出された最初の女性となった。二人とも会員の民主党員だった。ヘレンが議員だった時にラッセル軍からビッグ A 山を越えてカウンシルまで6.2マイルの道路を改良することを議会が承認した。 修道8十五線はヘレン・ヘンダーソン・ハイウェイと呼ばれている。1876年、グランディが、ブキャナン軍の軍長所在地に選ばれ、テネシー州出身のアメリカ合衆国上院議員、フェリックス・グランディにちなんで名付けられた。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は504平方マイルであり、すべて陸地である。軍内にポプラギャップ公園がある。 ブキャナン軍は7つの監督地区に分割されている。ガーデン、ハリケーン、ノックス、ノースグランディ、プレーター、ロックリック、サウスグランディの各地区である。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。軍内の公立学校はすべてブキャナン軍、公立教育学区が運営している。ありがとうございます。